はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんはマロー・ディアボランティスとかいう史上最強のカマキリご存知でしょうか。このモンスターなんですけども、あの海外、ま、新規モンスター TCG でしかあの実装されてないモンスターで、ミオ CG のモンスターになっておりまして、マスターデュエルで先行で使っております今。はい、このモンスター効果よく読むとめちゃくちゃ強いこと書いてあるんですね。これ中ラブは中ラ外のモンスターってことで、まあ、汎用2500-2200、まあ顔的にはなんか3500ぐらいの顔してるけど2500です。はい、で1番2番ありまして、この数がシンクロ召喚成功するとスライドショーモンスターのうち中ラ以外のモンスターの数までデッキから昆虫族植物族モンスターを墓地に送るよと。昆虫族植物族って結構墓地から効果発動できるモンスターいっぱい多いので、まあ、これ結構強いんですけどね。はい、でこの数が進行召喚成功している場合、自分のフィールドの植物族か昆虫族を中断にできるという効果がありますと。だから、まあ、昆虫植物を墓地をオロマイできて、さらに自分が中断になれるということで、まあ、かなり可能性を感じるモンスターとなっておりまして、でじゃあ何をしていくか、今回は先行アキルをしていこうと思っておりましてですね、まあ何をどうやって使っていくかっていうと、こいつがチューナーになれるんですね。レベル8のチューナーで昆虫族を墓地送れる。で昆虫族って墓地送るとレベル8の昆虫に持ってこれるモンスターがいるんですね。はい、レゾナンスインセクトとか、まあ、ゴキボールから展開してるんで今回は。ということで、まあ、レベル8のモンスターと、レベル8のチューナーが並びますんで、まあ、当たり前にアルティメットのビシバラキンが出るということで今回は、このモンスターを、使って相手のライフを一瞬でゼロにするという動きをしていこうと思っております。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。このカマキリの使い方、まともな使い方ちょっとできると思うんだけどさ、ちょっと一発目はふざけさせて、一発目だから、これかなりの枚数これケアできるな。全てのカードをケアできるぞ。無限包容も墓穴も増進も両方ともケアできると最強か。ローンファイアブロッサムからでいいか。うらら打たせて墓穴来てる。ローンファイアブロッサム効果ぞ。なんもねえのか相手。なんもなそうだな。なんもないやマジで甘いだぞ。で、オフレススコーピオの効果発動するぜ。オフレススコーピオの効果によってモンスターを、手札からぶん投げるとダーリンコブラを特殊召喚。で、ダーリンコブラの効果発動。で、ブリリアントフュージョンを手札に変えていく。そして、ブリリアントフュージョンを発動。ブリリアントフュージョンの効果により、ジェムライトモンスターとジェムライトモンスターを墓地を送って、まあ、ジェムライトプラス控えなんだけど。で、ジェムライトセラフィーを特殊召喚。はい。そして、アサルトシンクロンを特殊召喚。はい。で、とりあえずレベル5しますか。一旦暴天空。はい。で、暴天空効果は発動してもよろしいね。聞いてないから。で、リフを手札に加えていく。そして、レベル3のオフレススコーピオにレベル5の暴天空をチューニング。シンクロ召喚。これが史上最強のカマキリ。現れろ。誰君は誰ですか。ディアボランティスをシンクロ召喚。もうこれマロー・ディアボランティスっていうんですね。はい、でマロー・ディアボランティスの効果を発動、さらに暴天候の効果も発動。暴天候の効果によりシンクロ素材によって墓地を送られると、デッキからリフを特殊召喚できて、さらにディアボランティスの効果によって、昆虫とかまた植物コースは墓地に送れる。そしてゴキボールの効果発動。ゴキボールの効果によってレザースインセクトを手札に加え、そしてセラフィーの効果によって召喚が増えている特殊感、特殊感で召喚でレベル4の、レザースインセクトにレベル1のリフをチューニング、シンクロ召喚。あらあらのガーデンローズメイデン、効果そうガーデンローズメイデンと、レザースインセクトの効果、一旦どでかい昆虫族モンスターを手札に加えさせたのでデブルドーズ OK。そしてガーデンローズメイデンの効果でブラックガーデンを手札に加えていく。そしてデビルドーザーの効果は、効果というか特殊召喚条件、昆虫族をゲームから始めると特殊召喚できる。レベル5のモンスターが2体でオーバーレイエクシエンス召喚これ察せ、これ出てくると察してサレンダーする人続出中で、ディアボランティスの効果、昆虫族モンスターをチューナーができる。チューナーとチューナー以外のモンスターを墓地のクリー なんだっけ、アルティミトルビシュバルキンを特殊召喚、そしてブラックガーデンを発動さらに
めアルティミトルビジュアルギンの効果発動。お互いのフィールドの空いているところにいっぱい特攻出すよ。プルリプルリリプルリプルリ。そして、ブラックガーデンの効果トークンが出るよ。そして、なんか謎のトークン2体を使ってリンク召喚。相手まだ差し入れのか。勘が悪いやつだな。勘が悪いやつだな。ちょっと差し上げるぜ、この最強モンスターを。これとこれを素材にして転生のコーディネラルを爆弾させ、コーディネラルの恐るべきモンスター効果を発動するぜ。これあげるわ、これ差し上げるわ。どう、あ、なんかそこ強そうなモンスターいんな。ちょっと壊させてくれ。ちょっと強そうなモンスターいんじゃん、これ。クソゲー。はい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 、いけますね、これいけますね。誘発器はなんもねえけど、ライディングデール、アクセラレーションって言って、アクセルシンクロ、あ、アサルトシンクロ持ってくるのちょっと楽しいんだよね、これちょっと楽しい。で、オフリススコーピオを召喚、効果発動。オフリススコープの効果によりゴキポールをもちろんってダーリンコブラを特殊召喚。そして特殊召喚成功時、ダーリンコブラのモンスター効果と、ゴキポールのモンスター効果両方とも発動しいな。ゴキポール後でまあ打つか今打つかみたいなところだけど、まあ別にいいやと言っても。で、ゴキポールによってレゾナンスインセクトを手札に加え、そしてダーリンコブラによってブリリアントフュージョンを手札に加えていく。待ってろ、今楽にしてやるからな。今楽にしてやるからな。意外と分かんねえんだな、これ。これさ、こんなもんさ、これ遅れつけたらさ、ワンキルされるっていうの分からないのかな、これ。これなんか見たことないのかな、このギミック。死んでくれ。じゃあな、楽しいデュエルだったぜ。さらば、お前のライフに9000ポイントのダメージ。え、何これ、なんかそこ、え、ここでチェーンすんの、え、おい、それ俺もやったことあるやつ、まずい、そんなバカな。うっそ、やっば、闇属性シンクロモンスターがいると相手の効果を無効にできる最強のブラックフェザーってくないやつ、アルティミトルピシュアルキン、てめえなんで闇属性なんだ、やめてくれ、やめろ、助けてお母さん、うわー。